皆さん新年明けましておめでとうございます。なんかありますよねはい、ということで2020年、はい、一発目の動画でございます。今年もピンクレテ TV をよろしくお願いします。はいということでですね、2020年最初の動画はなんとピンクレテの福袋紹介です。イエーイゆらりです。えこです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、変なところで挨拶しちゃったけど福袋の紹介ということで、エコが持っているのがじゃん、店舗限定の福袋。私が持っているのがじゃん、ウェブ限定の福袋でございます。それはちょっと商品だけざっと見ていきましょう、はい、見ていきます。オープン。おお、じゃん、アウターです。かわいい、かわいい。これは店舗もウェブも同じ商品です。同じですね。グレーのフードがついてます。かわいいね、これかわいい、めっちゃ使う。色使い好きだ私。見てください皆さん、これなんとリバーシブルでございます。すごいすごいすごい。ここにピンクラテのロゴがついてますじゃあ次いきます。じゃじゃーん、トップス、トップス、かわいい。店舗限定は黒白、ウェブ限定がキャメル色と黒ですね。はい、かわいい。あと見てください、これ裏肝なんで、すっごい高いです。これ肌触りがいいですね。いいですね。次、店舗限定の3点目はこちら。じゃじゃん、かわいいスウェットですね。チェリーだ。ここにロゴがついていて、チェリーがついているキャメル色なんですけど、これはさっきと同じく裏肝になっています。これはウェブ限定のリリちゃんとコラボしたスウェットになっています。すごい可愛い。これ絵文字がね、これリリちゃんかな。これリリちゃんではないと思う。リリちゃんではないと思う。リリだってって書いてあります。はい、あとこの色使い好きなんです、紫。確かに。あとこちらも裏肝です。これは何色と言ったらいいんだ。濃いめのエメラルドグリーン。濃いめのエメラルドグリーンです。これあのデザインはさっきのエコシのやつと同じです。色違いになってます。こちら店舗限定はレギンスです。私もある。あ、ラインパンツです。ここにピンクラテって書いてあるんですけど、ラインパンツって足長効果にもなるし、ダンスとかいろいろなスポーツに使えるので、そう、便利です。とても。続いて店舗限定はキャメル色チェックみたいな感じで、切り替えではないけど2枚重ねになってます。こっちはあのエコシと全くデザインも同じなんですけども、ちょっと濃いめのデニムになっていますね。生地はちょこっと厚手です。じゃじゃーん、かわいい。チェックのトップスです。これ重ね着風のトップスです。すっごいかわいい。かわいい、なんかモコモコしてる。チェックシャツ風だね。すごいかわいい。今時な着こなし方の1枚で着れますね、これは。はい、続いて小物に入ります。黒のキャップです。こんな感じの黒のキャップになってます。キャップになってます。素材は軽い感じ。うん、軽い、シンプルなデザインで可愛いです。いっぱい使います。じゃん、おおお、かわいい、かわいい。あ、それ一緒ですね。店舗もウェブも同じバッグです。はい、チェリー、すごいかわいいね。え、すごい、え、かわいい、かわいい。これハートチャック、ウエストポーチ、ショルダーバッグ、両方多分使えると思う。いろんな使い方ができる。いいね、いいね。結構物入りそうじゃないか。お財布は入る、スマホも入る。いいね、いいね。荷物少ない系女子のおすすめです。いいな、私おい系女子だから私収まりきらないんだよ。こちらの靴下、あ、一緒ですね。同じです。ちょっと短めの靴下が白紫黒の靴下なんで、2杯先なんて言うんだろう、膝下くらいまでの長さ。下か、じゃあ2杯ではない。かわいい、水がついてます。そう、こっちはピンク、黄色、紫の3色の水がついてます。かわいい。店舗限定は最後になるんですけど、はい、このストラップがあります。気になったのがあったんですよ。このなんかリングベルト通しだと思みたいな、なんだろうと思ってたんですけど、バッグにも確かにこれつける場所ないかも。スカートです多分。え、でもこれならどこにつけてもかっこよくなっちゃったけど、かわいい。これ以上で店舗限定は終わりです。はい、でウェブもこれ最後になるんですけど、ウェブ限定はピン、めっちゃかわいいです。紫、黄色、ピンク、緑の4色付きになってます。これ土台がブロックチェックです。おしゃれ、かわいい、かわいい、色もかわいいね。確かに、とてもかわいい、かわいいです。以上になります。はい、店舗限定は1万円なんですけど、はい、お得、とてもお得です。はい、ウェブ限定はこちら13点ありまして1万3000円になります。それも1個あたり1000円ですね。
すごいお得ですね。お得すぎない？やばい。今とかあったら5000円とか、5000円か3000円ぐらいするか分かんないけど、でも1000円じゃ買えないんですよね。確かに数あってこんだけ種類もありまして、しかも入れ物の方とのコラボ商品もアリーノ、はい、アリーノアウタートップスボトムスついてるってことはこれだけでワンコーデできるんじゃないでしょうか。じゃあ着てみましょうか。やっていきます。せーの、どうぞ。はい、登場しました。こんにちは、ゆらりです。はい、はい、このコーデはですね、リリーちゃんとのコラボのスウェットになっております。あ、そしてですね、踊ってるとわかるんですけど、デニムのスカートのロゴもいい感じです。なんか羽ばたいてますね、ごめんなさい。これは紫とピンクがいい感じに殺色になっていて、あ、なんか踊ってますね。はい、殺色になっていていい感じです。で、こんにちは、アピールします。来てるよ、来てるよ、なんだ、あ、お尻ふりふりしてますね、陽気ですね。はい、じゃあそしてエコのコーデを紹介していきます。このコーデはブラックになってます。そしてこの着ているアウターなんですけど、リバーシブルになっています。とても、あ、リバーシブル、紫、黒、フードがついてます、アウターには。そして中の着てるやつにもフードがついています。そしてラインパンツなんですけど、ラインパンツはすごいダンスとかにもよく使われるので、私も今ダンスを踊っています。こんな感じでラインパンツは足長効果もあります。あ、紐かわいい。あ、来ました、来ました、来ましたね、こんにちはって。こんにちは、こんにちは。あ、どうします、なんかの儀式が始まりました。何の儀式ですか、何の儀式だ。あ、近づいて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 、あ、いや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 、近づいて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 、あー、なんか壊れた壊れた。あと、あ、なんかリズム乗ってますね。あ、まだまだこんにちはって感じです、ゆらりです。今回ですね、ラインパンツに上チェックの1枚で重ね着風で着れるトップスを着ています。そしてウエストポーチです。で、あ、回ってますね、アピールしてます。あ、ラインパンツだよって感じです。あ、撮りました、撮りました。何何何、あ、かぶったかぶった、あ、え、何何何、あ、そうです、ウエストポーチにもなりますよって感じで。あ、あ、また脱いだ、何する何する、え、何するの、あ、ショルダーですね、また戻りましたね、ショルダーにもなりますって感じです。先ほどエコシが言ってくれたように、ラインパンツはとても動きやすいです。動きやすくてこんな滑らかな動きになっちゃいます。ムーンウォークしてます。なんかすごい監督みたいなコーデです。キャピキャピはい、ポーズを決めました。これは帽子があるんですけど、まあ、帽子はウェブも入ってるんですけどね、すごい黒でサンドしています。トップスとスカートは同じ色で、小物は全部黒で締めています。ウエストのポーチは調節もできるので可愛いですね。あ、エコがじゃないです、ポーチが。あ、来た、来ました、来ました、何ですか何ですか、来ました、何言ったんですかね。何回もこれやりますよ、何回もやりますね。あ、ちょっと、あ、そんな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 、踊ってる、踊る、あ、団子が、団子しぐしゃいですね、うん、団子が、あらららら、あ、またエコシが、あ、来た、できた、できた、あ、また乱れてます、あー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 、鳥鳥ゲームスかな、なんだ、あー、すごいすごい、後ろに恐竜がいるよ、やばいやばいですね。これはウエストポーチがお揃いなんですよね。はい、あ、でも違う使い方もあるよっていうのが分かるやつ、チェックのリンクコーデです。あ、何、お、息ぴったり。あ、これまだ練習ですね。エコは何回転しているんでしょう。なんという儀式でしょう。あ、髪ボサボサで登場しました、すいません、ゆらりです。これはですね、3つ目のコーデですね。はい、3つ目のコーデです、最後のコーデになる。あ、何の動きでしょう。いや、これはですね、まあ基本ラフに行こうっていうテーマの服なんですけど、これは首元に少しロゴが入ってて、ちょっと騒がしくて見えないんですけど、さっきとラインパンツ同士です。はい、色がとても可愛いですね、発色が良いです。あ、何を何を、あー危ない、あ、ぶつかった、あ、決めた、お買い物って感じですね、ショッピングショッピング。あ、どうしたんでしょう、壊れましたね。あ、ショ、あ、首にかけました、最新のファッションです。あ、楽しそう楽しそう。あ、ピンをアピールします。あー、見えた見えた、よかったよかった、見えましたね、ピンピンだよ、ピン好きだよって、ラブラブって感じです。店舗限定の袋も、あ、可愛いですね、ピンと青でとても可愛いです。これは私の今回着たコーデを全て組み合わせたものになっています。まあ参考にしていただける方もいらっしゃるかなとは思います。世界一可愛いですね、世界一ですね、やっぱりこのコーデは素晴らしい。ウエストポーチもちゃんと活用しているし、ちゃんとアウターも腰にも つけるよっていうのと、さっきとは違うリバーシブルを使っております。あ、後ろにかぶってもかっこいいよ的な
私たちのコーデどうでしたか皆さん。どうでしたか。ほんと気ましが効くよね、うん、こんなにたくさんとお得な商品をたくさん着回して冬休み可愛くお過ごしください。明日からも毎日配信の動画とかも配信されますので、はい、ぜひそちらの方もチェックお願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。